はい、どうも白駒先生です。今日はですね、大ヒットドラマであるですね、あなたの番ですというですね、作品のですね、まあ考察動画を上げてた YouTuber が、ここに来てですね、全員大恥をかいてる件というのについてね、僕なりに話していきたいと思います。まずですね、あなたの番ですというですね、田中圭さんが主演のですね、ドラマがですね、まあものすごくヒットしたわけなんですけども、この作品ってですね、なんでこんなヒットしたかっていうと、要はですね、謎がめちゃくちゃ散りばめられてるんですね、話に。まあミステリーでですね、どんどん人が死んでって、まあ犯人誰なんだみたいな話なんですけども、人がガンガン死んでいくんですけど、めちゃくちゃいろんなところに伏線が出てくるわけですね。うん、要はですね、なんていうのかな、思わせぶりな行動だったりとか、そういった人物だったりとかね、うん、謎の行動とかね、まあ、とにかくそんなのがめちゃくちゃ出てくるわけですよ。で、それをですね、言ってみたら、その、ツイッターとか、まあ、SNS とかでですね、あれはああなんじゃないか、こうなんじゃないか、みたいな感じですね、みんなで意見言い合うのがですね、すごくですね、バズったというか、人気になったんですね。でですね、それに目をつけたのが YouTuber の人たちなわけですよ。で、YouTuber の人たちがですね、自身の動画でですね、その、あなたの番です考察みたいな動画を上げ出したわけなんですね。で、それがですね、ものすごくですね、再生数稼ぐんですよね。まあ言ってみたらですね、その動画の中でその YouTuber の人たちはですね、めちゃくちゃ語るわけですよ。要は、今週はですね、第何話のあなたの番ですの考察をしたいと思いますみたいな感じで、まずですね、ここでこうでこうで新たな謎が出てきましたね。そしてこの謎について僕はこう思うんです。で、なぜかというと、この犯人、この犯人とされる人物は実はあの時、ああでこうで、ああでああでみたいな感じで、めっちゃ語るわけなんですね。要は自分なりの推理とかを交えながらめちゃくちゃ喋るわけですよ。で、それに対してですね、コメント欄とかでも、あ、そういう目線には私は気づきませんでした。確かにそうですね。ああそういうことかっていう風に感心する声や、もしくはいやいや私はそこについては違うと思いますよとかね、そういう感じのコメント欄の中でもですね、言ってみたらその、なんていうんですか、話し合いと言いますか、要は討論っていうんですかね、いろんな意見の出し合いが続いて、そこもね、いろいろですね、まあすごい回るわけですね、コメント欄も。まあ言ってみたらですね、そういったですね、YouTuber の人たちがこのですね、動画とかでですね、考察して、それがバズったっていうのをですね、まあ言ってみたら、そのあなたの番ですというドラマがヒットしたね、原因の一個には入ると思うんですよね。でですね、その YouTuber の人たちがそれからというものです。まあこれはね、言ってみたら再生数が稼げると思ったんでしょうね。毎回ですね、毎回というか毎週か、毎週ですね、それをやってたわけですよ。ね、今日はあなたの番です。第10話のね、考察したいと思いますみたいな。で、その次の週になったら、今日はですね、あなたの番ですと第11話の考察をしたいと思いますとかね。で、最終回前になったら、じゃあ今までね、最終回前に出た謎をですね、一回全部おさらいしましょうとかね、そういう動画上げたりとかですね。で、実際もですね、僕が見てるですね、普段見てるその YouTuber の方とかでもですね、登録者数が3000人くらいの人がいたんですけども、ね、そのあなたの番ですのですね、レビューがですね、めちゃくちゃヒットして、一気にですね、登録者数1万人近くいった人とか、そういう人もいるんですね。でですね、で、そういう風にですね、いろんな YouTuber の人たちがあなたの番ですのですね、考察をですね、するっていうのが、まあ言ってみたらですね、加熱化していったというか、ね、どん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 ですね、その一個のムーブメントになっていったわけなんですね。はい。じゃあですね、ここで一番最初のちょっと話に戻るんですけど、じゃあなんでその人たちが今になって大恥かいてるのかってことなんですよ。ね、それは答えは一つなんですよ。それは何かというとですね、あなたの番ですのラストがしょぼかったってことなんですね。これもうどういうことかもうちょっと詳しく言いますと、このあなたの番ですというドラマでですね、その最後ですね、一番最後のラストの話がですね、放送された瞬間ですね、ものすごく不評だったんですよね。それまではですね、もう評価がね、右肩上がりでうなぎ登りだったわけですよ。一体犯人は誰なんだ、新しいその謎が出てきたぞとかね、そういうことでみんなめちゃくちゃ騒いでたのに、最後の最後のラストの1話がね、終わった瞬間に、なんだよこれふざけんなよみたいな感じで、すごくですね、バリ雑言ってほどもないですけど、要はがっかりしたよみたいな感じでね。そういった声がめちゃくちゃね、ツイッター上とか、まあ、SNS 上でですね、ブワーって回ったんですよね。それはなんでかっていうとですね、要は、謎を解決せずまま終わってしまったんですよね。要は先ほども言いましたけど、この話っていうのはめちゃくちゃいろんなところに謎や伏線が散りばめられてるんですけど、結局ですね、回収してない伏線もいっぱいあるわけですよ。要はいっぱい謎を作ったくせに、その中で、まあ確かに解決した謎もありますけど、正直全然解決せずに無視して終わっちゃった謎だったり、まあもしくはですね、無理やりな解決っていうか、そんな思わせぶりな感じで何週も引っ張ってきたのに、こんなしょぼい解決なのみたいなやつとか、そういうのが多かったんですよね。だからもしかしたら作ってる側もそこまで考えずに、とにかく盛り上げるためにいっぱい伏線張っちゃって、後々うまいことつなげようとしたけどうまくいかんかったのかとかね、そういう風に思えるくらいですね、まあね、広げた風呂敷をですね、最後包まずに終わっちゃったわけなんですね。で、そういう形のですね、まあ放送してしまった結果、先ほど言いましたけど不完全燃焼じゃないですけど、結構ですね、なんだよこれ、ここまで引っ張ってきてこれかいみたいな感じですね、そういう意見がSNS 上に一気にバーってなったわけですよ。でそうなってくるとですよ、僕は思うんですけど、
先ほどですね、YouTuber の人でめちゃくちゃ熱のこもったね、言ってみたらね、考察をね、これがあーであーでってね、なんだったらホワイトボードとかね、まだ使ってね、書いてる人がいましたからね、こうでこうでこうでって書いてる人ってめっちゃ大恥じゃないですか。ただ考えてみてくださいよ。あんだけですよ、あんだけ熱のこもったですよ、熱弁したですよ、謎が結局無視されて終わってたりするんですよ。これめっちゃ恥ずかしくないですか。ね、あんだけね、これに関しては僕は見てください、こうであーであーで、こいつなんですよ、こいつこそがこうであーでって言ってたら、そいつに触れないまま最後エンドって終わっちゃうっていうね。これは恥ずかしいなと思って、ね、なんだったらその動画に対して、まあ私もそう思います、確かにそうですとかね、私気づきませんでしたが、誰々さんすごいですね、確かにそういう見方ありますねとか言ってたコメントの人たちもですね、赤っ端ですよね。で、そんなこと言ってて、それに触れなくて終わっちゃうわけですから、だってこれ例えるのは何かっていう、例えばですよ、まあ男で言うんだったら女の子を家に呼んで、じゃあ一緒に DVD 見ましょうつって、何かしらの推理物 DVD 見てるときに、その女の子にですよ、その男側の僕が、あ、ちょっと見て、今のさ、キャラクターってこうじゃん、こうじゃん、こうじゃん、で、こうしてたよね、これって絶対なんか意味よ、多分ね俺こいつがね犯人とこうでこうだと思うんだよねみたいな感じで得意げにその女の子に語って、その女の子が、あ、確かにそうかも、すごい、ほんとよく気づいたねみたいな感じで話してて、そのまま映画最後まで見たらそいつ全然関係なかったみたいなもんですからね。これめっちゃ恥ずかしくないですか。ね、あんだけ得意げにね、隣の女に見た、あいつはこうで、ああでって言ったら、もう全然関係なかったんで、もうなんだったら、中盤あたりでもう出なくなっちゃったみたいなね。物語のラストのね、終盤あたりには、もう最初、俺がね、あいつはああで、ああでって言ってたやつは、もうそのあたりになったら、もう全然絡まずにね、番組から完全にフェードアウトしてたみたいなね。そういうことですからね、これって。めっちゃ恥ずかしくないですか？映画終わった後、その女の子になんて言うのみたいなね。あんだけ得意げに語ってて、みたいなね。まあ、だからこそですね、僕は、ね、まあ、もちろんですね、そのYouTuber たちが悪いわけじゃないんですよ。僕が何が言いたいかっていうと、その YouTuber が悪いんじゃなくて、あなたの番ですドラマのラストがしょうもなかったせいでって話ですよね。そのドラマがしょうもなかったせいで、結果的にですよ、結果的にその YouTuber の人たちが完全に大恥かいちゃってるっていう現象がですね、今起きまくってるってことなんですね。まあ、だからですね、果たしてですね、あんだけ熱のこもったね、考察を毎週してた YouTuber たちはね、一体あのね、ラストのね、最終話に対してどんなね、動画を上げてるのかってちょっと気になるところなんですけれどもね、まあ、その辺が気になるんで、僕はね、後々ちょっと見てみたいなっていうふうに思います。その YouTuber の人たちの動画をですよ、最終話の、考察をね、見てみたいと思います。はい。まあ、完全にスルーされたわけですからね、あんだけ熱のこもったね、考察しといて、謎が。はい。まあ、そんなわけですね、この話にですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ね、登録お願いします。どうもありがとうございました。